今回ね、あるご報告の動画になるんだけれども、ここにね、手元にね、現代農業、これ最新の7月号なんだけれどもあります。この現代農業っていうのは一般の人はまあ知らないと思うけれども、この創刊100周年を迎えた、ね、すごく由緒ある雑誌です。多分日本で一番大きい雑誌なんじゃないかなって思います、農業系のね。で、この現代農業さんから、記事を書いてくれないかというお話をいただきました。来月の、7月5日、2022年7月5日の発売の8月号、これで草刈り特集を組むんだけれども、そこに載せていただくことになって、この間記事の最終チェックしてくださいってメールもらって、あとはお任せしますっていうことでなったんで、何事もなければ来月7月5日発売の現代農業8月号に載ることになりました。うん。で、なんでこんなさ、由緒ある、こんなって言う失礼だけど、こんなにもね、由緒ある100周年を迎えてる現代農業さんからお仕事をいただけたのかっていうと、それはこの YouTube なのね。俺もまさかこんな話になると思わなかったんだけどもね、去年じゃなくて一昨年だな、草刈りの、俺の知ってる草刈りのコツをまとめた動画を出したのね。で、そこで、まあ、やり方はね、現代農業を見てもらえればいいし、その動画を見てもらえればいいんだけども、リンク貼っとくから、その内容がね、あ、これは今回の特集にマッチしてるなっていうことで、電話をいただいて、で、記事書いてくれないかと、あ、本当に俺はありがたいです、やりたいですっていうことで、今回こういうふうに記事書いて載せてもらうっていうことになりました。だから本当にね、ここまでさ、すごい大きい雑誌に載せてもらえるなんて思わなかったけども、こういうふうな仕事は来るだろうなと、YouTube を続けていればね、とは思っていたけれども、まさかこんな早い段階でね、チャンネル登録者数2200人の時の話だから、この話が来た時はね、まさか2000人程度の時でこんな話来るなんて思ってもみなかったんですよね。うん。だから本当にそういう意味では YouTube をやっててよかったし、こうやってチャンネル登録してくれて、いつもコメントくれたり、いいねをしたりしてくれる、見てくれる皆さんのおかげで、俺こうやってね、現代農業さんからお声掛けをいただけるようになったんで、本当に感謝しています。ありがとうございます、いつも。ね。でも本当に、こうやってね、仕事の幅が広がっていってるなっていうことを、この YouTube 通して実感できてるんで、まあ、本当に感謝してます。ね。ね、本当に、いや、本当になんか、本当にばっかりではなんだけども、嬉しいです。現代農業さんからこんなにいい仕事をね、いただけたっていうこと。ね、本当に嬉しいです。本当にばっかり喋りたいんだけども、まあ、とりあえず、8月号、もし機会があれば手に取って見てもらえたらなと思うんで、その報告です。で、発売されたら当然俺も買うし、それまた報告の動画にさせていただくんで、まだその時よろしくお願いしたいなと。機会があればぜひ見てもらいたいと思っていますんで、よろしくお願いします。